台湾行政院は2月8日記者会見を開き東日本大震災の後から続いていた福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県産食品の輸入禁止措置廃止を発表しました会見では現在日本産の食品の輸入を禁止しているのは台湾と中国のみで c p t p p のメンバーはすでに解禁していることまた台湾政府は 国民の健康を第一に考え、国際基準と科学的根拠に準拠した立場を守ることが強調されました。なお、行政院では、およそ18万に及ぶ福島県産など5県産食品を検査した結果、すべての食品が合格だったこと,ととともに、台湾の検査基準は、食品の国際規格であるコーデックス、e u ヨーロッパ連合、 アメリカより厳しく定められていることについても言及しました台湾では今後も国際基準よりも厳格でかつ科学的に食品の安全をチェックするとともに福島県など5県産食品については日本側に残留放射線量証明の提出を義務付け台湾でも5県産食品の検査を行う方針を発表しましたまた地元メディアから今回の解禁が 台湾の CPTTP へののの参加にに、がるかとの問いに台湾の国際参加に関してこのような理不尽な輸入禁止措置を解除する必要性があった今回の解禁はその第一歩今後の課題はまだ多いとの説明にとどめました。